はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は第4回アベマ TV トーナメント決勝進出の10チームが出揃いましたので、予選の成績ですとか、個々のレーティングに基づいた優勝予想をやっていきたいと思います。まずこの一番上のチーム渡辺対チーム永瀬から見ていきます。こちらですね、E リーグ1位のチーム渡辺対 D リーグ1位チーム永瀬。まあこちらは本当に優勝候補チーム同士の戦いになると思います。まずチーム渡辺は、渡辺名人レーティング約1900点、全体の中で2位のレーティングを誇っております。そして、近藤七段レーティング約1800点、 A 級棋士並みの高いレーティングになってます。そして戸辺七段はレーティング約1600点なんですが、予選では4勝1敗と大活躍をいたしました。予選の勝敗ご覧の通り、渡辺名人が3勝1敗、近藤七段3勝1敗、そして戸辺七段4勝1敗と、全員ハイアベレージとなっております。全く隙がないチームですね。やっぱりこう渡辺名人が結構その控え室とかで、まあ、言葉攻めと言いますか、まあ、結構そのチームを引き締めるような発言をしておりまして、まあ、かなりその、圧力がいい具合に作用して、全員素晴らしい成績を収めているとという感じがいたします。そしてチーム永瀬ですね、こちらもどちらかというと圧力でこう統一するようなチームを統一するようなそういうタイプのリーダーなんですけど、まあそうですね、圧力対圧力みたいなそういう感じの戦いになっております。で、永瀬王座は、レーティング約1900点、全体で今のところ4位ですね。まあ、圧倒的な4強の座にふさわしい圧倒的なレーティングを誇っております。そして予選も4勝1敗と見事な成績でした。そして増田六段、まあ、去年の優勝チームのメンバーでもありますが、レーティング今のところ約1750点、予選勝敗3勝2敗となっております。そして屋敷九段、昔チェスクロックでの対局で鈴木九段を立て続けに任して泣かせたという伝説もありますが、レーティング約1650点、予選勝敗3勝2敗となっております。やっぱり屋敷九段早出しに非常に強いイメージがあります。まあ、ということで、このチーム、正直チーム渡辺とチーム永瀬っていうのは、まあ、戦前から優勝候補に私挙げていたんですが、まあ、いきなり1回戦で当たるということでちょっとねもったいない気もします。まあ、どっちが勝つかっていうのは本当にこれ予想が難しいんですが、やっぱり、渡辺名人対永瀬王座の直接対決が、16勝5敗と渡辺名人が圧倒してるんですね。おそらくその相性的なものもあって、まあ、どっちかっていうと渡辺名人が、勝つのかなという感じがします。ということで1回戦チーム渡辺対チーム永瀬の戦いは、ま、チーム渡辺に軍配が上がるかなと予想しておきます。続きましてこちらですね、 E リーグ2位チーム斉藤対 A リーグ2位チーム稲葉、こちら勝った方がチーム木村との対戦となります。まあ、これも本当にすごく難しいですね。まず斉藤八段レーティング約1850点、今期名人戦の挑戦者でもありました。予選勝敗は3勝2敗と、まあ、チーム渡辺と同じブロックに入っていたんで、ちょっと苦戦を強いられておりましたが、まあ、それでもその中で勝ち越しっていうのはさすがだなと思いました。そして、村山七段レーティング約1650点、予選勝敗2勝2敗となっております。そして、都成七段、レーティング約1700点、予選勝敗2勝3敗ということで、まあ、大体みんな差し分けぐらいの成績で来てますね。そして A リーグ2位チーム稲葉、こちらチーム藤井との対戦がありましたので、予選勝敗ちょっと、負け越しにはなってしまっているんですが、リーグ通過となっております。稲葉八段が、レーティング約1750点、予選勝敗2勝3敗、久保九段も約1750点、予選勝敗2勝3敗と。そして船井六段、レーティング約1650点、予選勝敗3勝3敗、予選では藤井二冠にも勝っております。まあ、ということで、ちょっとこの2チーム難しいんですが、まあ、突出してその早出しに特化している先生とか、特にいるわけではないので本当に難しいですね。まあ、斉藤八段が目下絶好調な分、どちらかというとチーム斉藤の方に軍配が上がるかなという気もします。まあ、序盤は村山に聞けの村山七段、そして三段時代に新人王戦で優勝した都成七段など、スターが揃ってますね。そしてただ、チーム稲葉もさばきのスペシャリスト、さばきのアーティスト久保九段、そして今 B 級1組でも藤井二冠を倒した稲葉八段、
そして公認会計士試験に合格した船江六段とね、こちらも個性的で強いメンバーが揃っておりますので、本当にもうがっぷり四つ互角の戦いになると思います。わずかにやっぱりこう名人挑戦した分、斉藤八段のチームが勝ち上がるかなと、そんな感じで予想しております。ぜひ皆様の予想もお聞かせください。そしてこちらですね、このチーム斉藤対チーム稲葉の勝者がチーム木村に挑戦するという構図になっております。チーム木村はやっぱりリーダーの木村九段がとても強いです。予選勝敗は4勝1敗プラスプレーオフで豊島竜王、そして羽生九段を下した2勝が加わって6勝1敗となっております。レーティングも1800点と限りなく A 級棋士に近いレーティングを持っております。前期も B 級1組で惜しくも時点で昇級を逃すという格好でした。そして佐々木勇気七段、初参加の B 級1組でも4連勝中と絶好調ですね。予選勝敗は2勝3敗と、実力にしては振るわなかった感じもするんですが、本戦で爆発する可能性も高いと思います。そして池永四段、今5段に昇段されております。池永5段ですね、約1700点、予選勝敗1勝3敗となっているんですが、池永五段も非常に強い先生ですので、十分爆発してくる可能性あると思います。そして続きまして、こちらですね、チーム糸谷対チーム羽生の勝者がチーム菅井に挑戦するという形、こちらになります。 C リーグ2位チーム羽生対 B リーグ2位チーム糸谷ですね。羽生九段のレーティングが約1800点、予選勝敗は4勝2敗、プレーオフで敗れて木村九段に敗れて4勝3敗となっております。そして中村太地七段、初戦は2連敗だったんですが、その後チーム木村との戦いでは3連勝しまして、見事に予選突破の立役者となりました。元王座で非常に強い先生で、そうですね、羽生九段、中村七段、そして、豊島強いよねでおなじみの佐藤慎也七段、レーティングは1600点、予選勝敗は0勝3敗となっておりましたが、本当に惜しい将棋もあったんで、また決勝トーナメントで爆発する可能性も十分あると思います。できればチーム豊島と当たって豊島先生とね戦ってほしかったんですが、残念ながらそのチーム豊島が予選敗退となってしまったので、その願いは来年に持ち越しという形になりました。そして B リーグ2位チーム糸谷、こちらはもう早出しのスペシャリストが揃っていて、戦前から優勝候補に挙げていたんですが、まず糸谷八段がレーティング約1800点、バリバリの山崎八段と2人バリバリの A 級棋士ですね。そして予選勝敗が糸谷八段3勝2敗、山崎八段も4勝2敗と勝ち越しになっております。そして服部四段がちょっと私個人的に意外だったんですが、1勝4敗と予選大きく負け越しておりました。ただちょっと当たった相手が強かったり展開があまり良くなかったりということもありましたんで、服部四段の実力だったら差し分け以上するんじゃないかなと思います。ということで、糸谷八段、山崎八段が安定して勝って、そして服部四段が爆発するようなことがあれば、十分優勝候補になると思います。ということで、この両チームの対決なんですが、やっぱりちょっと早出しに強い先生が揃っているチーム糸谷の方が有利なのかなというふうに今のところ予想しております。そしてチーム羽生とチーム糸谷戦の勝者が B リーグ1位チーム菅井と対戦いたします。菅井八段のチームも、菅井八段に加えて郷田九段、深浦九段と、タイトル経験もあるベテランが揃った非常に面白いチームとなっております。レーティングは菅井八段が約1750点、バリバリの A 級棋士、予選勝敗は6勝1敗という素晴らしい成績でした。5勝1敗に加えてチーム糸谷とのプレーオフ、糸谷八段との対決を制して6勝1敗ですね。そして郷田九段はレートは菅井八段と同じぐらい、そして予選勝敗2勝2敗となっております。そして深浦九段は、0勝3敗となってしまったんですが、フィッシャールールにもだんだん慣れてきた頃だと思いますので、決勝トーナメントで見せてくれると思います。そして最後に D リーグ2位のチーム広瀬対 A リーグ1位チーム藤井が当たります。広瀬八段はレーティング1800点、 A 級でも上位となっておりまして、そしてこういう早出し戦にとても強い印象があります。予選勝敗も5勝0敗と、全体の中で唯一の全勝で上がってまいりました。そして丸山九段はレーティング約1700点、予選勝敗1勝5敗、ちょっと予選振らわなかったんですが、その分やっぱり慣れてきたと思うので、
決勝トーナメントで爆発するという可能性十分あると思います。そして北浜八段レーティング約1600点、予選勝敗は3勝2敗という形で勝ち越しですね。ということで、まあ、チーム早稲田、どの先生も全く隙がなく非常に強い印象があります。そして A リーグ1位チーム藤井、まあ、こちらもバリバリの優勝候補だと思うんですが、まず藤井二冠はレーティングが現役棋士唯一の2000点超え、予選勝敗が3勝1敗となっております。そして伊藤四段レーティング約1600点、予選勝敗3勝1敗、まあ、伊藤四段の実力がちょっと未知数で優勝候補に挙げづらかったんですが、予選の戦いぶりを見ていると本当に強かったです。そして同じく高見四段、高見四段伊藤四段はあまり見たことがフィッシャールールで見たことがなかったので、ちょっと実力が測りかねていたんですが、2人ともとても強かったですね。高見四段は予選勝敗4勝1敗と素晴らしい活躍をしておりました。ということでチーム藤井は全員が1敗とハイアベレージな戦いぶりを見せておりました。まあ、ということでやっぱりチーム藤井の方が少し上かなという気はするんですが、まあ、広瀬八段本当に早指し戦強いので、前回も藤井二冠相手に2連勝しておりましたし、まあ、ちょっとここは予想が難しいですね。まあ、今のところチーム藤井の勢いの方が勝っているかなと予想しておきたいと思います。まあ、ということで優勝予想なんですけれども、やっぱりチーム藤井チーム渡辺、とても強いなという印象があります。チーム藤井は予選勝敗が3勝1敗3勝1敗4勝1敗ということで10勝3敗、そしてチーム渡辺もくしくも全く一緒なんですよね。まあ、リーダーが強くてさらに脇を固める2人も強いというのがこの2人のこの2チームの共通点となっております。まあ、そしてあとチーム糸谷、戦前から優勝候補に挙げていたんですが、やっぱりこの3人のまとまり非常に強いと思います。服部四段が予選で振るわなかった分、逆に決勝トーナメントで上げてくるという可能性も十分あると思います。そしてチーム渡辺対チーム永瀬が1回戦で組まれているので、まあ、最悪どちらかが、まあ、その1回戦で姿を消してしまうということで、まあ、最悪そのチーム永瀬がこの優勝候補のチームが1回戦で姿を消すという可能性も残ってはいるんですが、もしチーム渡辺に勝てれば優勝候補筆頭に上げておきたいと思います。まあ、ベテランから若手まで揃った非常にこう洗練されたチームですね。そして C リーグ1位チーム木村、まあ、こちらも木村九段がもともと実力も高いんですが、フィッシャールール非常に強いので、こちらも優勝候補に挙げておきたいと思います。佐々木七段池永五段が意外にも予選で振らなかったんですが、まあ、その分やっぱり、決勝トーナメントで爆発するという可能性あると思いますね。まあ、ということで、まあ、今のところ本命はチーム渡辺、対抗でチーム藤井、そしてチーム糸谷、チーム永瀬、そしてチーム木村、一発あるかなというふうに見ております。皆様の優勝予想もぜひお聞かせいただければ幸いでございます。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。